ソウルトゥーソウル。誰もいないこの草原に一人佇みながら過ぎ去りし日々の思い出が胸に込み上げてくる。布袋さんがですね、こんな氷川きよしさんの歌が聴いてみたいということで書き下ろししてくださって、やっぱりこう詩を読んだ時もそうですし、メロディーを聴いた時もそうですけど、なんか全部自分のことを分かってくださってるんだなっていうのを感じました。布袋さんがこうちょっとこう聞かれてる演奏のメロディーがなんかこうすごく哀愁があって、ちょっと悲しみがあって、なんかこう自分がこれまで、42年間43年間こう生きてきた、なんかいろんな自分のこうドラマがすごく出てきて、なんか楽しいことばっかりじゃなかったけど、でも悲しいことばっかりじゃなかったけど、これからの未来がすごくこう悲しみの中からこうまた新しい道が見えてくるんだよっていう、そういうなんかこうメロディーのような感じがして、レコーディングをしていてすごくグッときたんですけど、すごくこう布袋さんの真心を感じれた作品だなっていうふうに思いましたし、一生こう自分が大事にさせていただきたいなっていうふうに思っている作品です。この楽曲は、布袋さんの魂、そして氷川きよしの魂を感じていただいて、聴いていただきたいというふうに思っております。本当に素晴らしい歌を歌わせていただいて感謝しております。ということで氷川きよしでございました。